構広いね。綺麗な人たくさんいるよ。フードコートです。いろんなの。レバーのソースなんだけど、これ美味しい、美味しい。レバーのソースをつけて来やがった。これパエリア持ってきやがった。これは何だろう、ミルクフィッシュのこの出汁を取ったものなんだけど、酸っぱいね。ちょっと待って、スマホいじってる店員がいるから。ショッピングモールになんかおもちゃの機関車があるんだけど、なんかそれに乗ってみることにした。多分僕がね、珍しいだろうね、この年齢で乗るなんてね。まあちょっとね、赤い席だっていうのがちょっと気に食わない。その黄色い、あそこにある、あの2つ目の黄色い席、黄色いところに座りたかったんだけど、まあいいや、まあ楽しんでいこう。始まるっぽいわ。あ、運転車始めた。まあいいや。室内に機関車があるなんてね、面白いよね。機関車っつうのかな、これ。まあ分かんないけど、いろんなのあんじゃん。あそこになんか工具屋あるしさ、いいじゃん。こっちにね、高級ベッド屋さんあるよ。面白いね。これ何だろう、これは金庫屋さんかな。面白いね、金庫屋さん。後ろにあるよ、ゲーセン。あれっぽいよ、ゲーセン。あとで行ってみるか、ゲーセン。ゲーセンってね、ショッピングモールのね、一番唯一の娯楽だと思うから、あ、そうだ、ちなみに服変えたからね、買ってきた、ここで。後ろに、かわいいね。かわいい、かわいい。何があるの？何だろう？あ、これ宝石屋さんかな？後ろの宝石屋さん。あ、あそこペットショップある。あそこペットショップあるね。これでなんかゆっくり眺めて、語れるね。アパレル。BGM 流れてきた。なかったよ。僕に合わなかったっていうのがいいかな。語弊が合うかな。すごいよ、ショッピングモールの中にね、こういうなんか娯楽的なものある。あそこにメリーハッピーリングっていうやつから観覧車まであるよ。ケーキ屋さんある。